こんにちは、本日は内藤証券投資調査部の浅井が大阪よりお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日のですね、東京市場ですけれども、株式市場の方ですが、先週末のですね、27日のジャクソンホール会議で、FRB 議長が年内の量的緩和縮小開始を適当としつつもですね、将来の利上げ時期を示唆するものではないということで早期利上げ懸念が遠のきまして、米国株上昇、そして、日本株の方も今日は日経平均株価で148円高、トピックスで21ポイント高というところで終わりました。ですね、主要指標の方を見ていただきますとご覧の通りでございまして、日経平均株価が 0.54% 高、トピックスは 1.11% 高というところでございます。そして新興市場の方はマザーズ指数が 2% 上昇というところでございました。円相場の方は35銭若干円高で109円台後半というところでございます。2枚目いきますと、売買代金は2兆4500億とそこそこできてきました。それから希望別の方は下の方のですね、小型株が 1.58% 高ということで、出遅れ小型株が今日は幅広く買われたというところでございます。騰落レシオは真ん中ぐらいの水準で 104.7% というところで特に過熱感もございません。それから3枚目いきますと、業種別の株価指数ですけれども、本日は製品価格のですね、値上げの期待、そしてで、需給逼迫ということもあって、素材関係、特に鉄鋼株がトップ、上昇率トップでございます。そして海運市況の上昇で海運業が第2位ということで、あと非鉄、ガラス塗石と素材関連が続きます。そしてですね、電気輸送機器、こういったところは真ん中あたり、そして値上がり率が小さいところはディフェンシブ系の医薬品とか小売り、そして金融株、銀行保険というところでございます。今日はですね、米国株のチャートの方は SP500 指数の方を見ていただきます。ご覧の通りですね、去年の3月、多少昨年の9月に押しを入れましたけども、その後一本調子でずっと支持高補調が続いていると、非常に強い動きが続いております。今回、早期の利上げ懸念が遠のいたこともあります。非常に今力強い動きが続いているということです。ただ大幅かつ強力な金融緩和がですね、景気とか企業業績を持ち上げているというのは、多くの投資家が認識しているだけに、多少やっぱり神経質になっているというところでございまして、経済がですね、順調に回復、そして拡大する分には、市場金利上昇プラス株価も上昇と、両方上昇する局面のですね、業績相場の局面が、あっても、おかしくないというところでございます。そして10年物の国債利回り、次のページですけれども、ただ長期金利上昇に伴います、高値警戒感とか、それから多くの投資家が、上がってきた銘柄については、需給面から少し上値が重くなるかなと思うんですけれども、10年物国債利回りの方は引き続き、低水準で安定して推移しているというところです。先週末はパウエル議長のですね、講演の後、回遊制になって金利が低下したというところで、週末27日には 0.042% 低下しているというところでございます。そして気になる上海総合指数ですけれども、こちらの方若干ちょっと今日は伸び悩んできてまして、プラス圏とマイナス圏を推移しているの間を推移しているというところでございます。企業の規制、経営の規制のですね、警戒がありまして、上値がややちょっと重いかなというところでございます。香港も若干ちょっと伸び悩みですけれども、プラス圏の推移というところですね。そして、商品市況、同先物相場の方が先週は反発しました。懸念されていたのは中国などの景気減速懸念、そしてテーパーリングに伴う資金流入の減少観測なんかもあったんですけれども、パウエル講演を受けまして、そのテーパーリングのですね、早期の利上げ、懸念が外れまして、週末は3日ぶりに反発したというところでございます。原油価格なんかも高需給もあって、上昇しているというところですね。
そして日経平均株価の週足を見てみましょう。週足の方はですね、この赤と青の線が上から降りてきています。短中期線13週と26週線なんですけれども、これを抜けるかどうかというところになってきます。相場のまあ頭を押さえているわけなんですけれども、当面まあ値固めが続く。下の方にはまあここからですね、なかなか行きづらい。とは思いますので、当面値固めが上下、の動きが続くかなと。そして、もう一枚がですね、トピックスです。トピックスの方は、まあ、日経平均株価よりも底堅い動きになってます。こちらの方はですね、今日の上昇で、13週の1932ポイント、26週線の1938ポイントを上回ってまいりまして、この大体去年の3月から、まあ、上値をずっと抑えられ続けてるんですけど、ここをちょっと明確に抜けてくると、ちょっと相場もちょっと変わってくるかなと。やっぱりきっかけはやっぱり米国株の一段の上昇になってくるのかなという感じです。そして、別のグラフ見ていただきますと、中国向けの工作機械受注額なんですが、まあ、直近発表、公表された分ではですね、中国向けが、まあ、注目されてますが、303億円ということで、これ100万円単位ですので、7月は303億円で、前年同月比で 64% 増ですけれども、前月比 8% 増、5月のピークからは 22% 下の水準でございます。ノートパソコンとかタブレットの加工向けのとかですね、あと 5G スマートフォンの加工向け、こういったところがちょっと一巡一服してまして、まあ、自動車の EV 向けは好調なんですけれども、まあ、半導体不足なんかがまあ今後懸念されるということもあります。日本企業にも影響が大きいですので、工作機械のみならず、まあ、光学フィルムとかですね、コネクターとかそういったところの業界にもちょっと多少、まあ影響を及ぼすというところで、まあ4月以降の動きも引き続き注意してみていかなければなりません。そしてテクニカルで見ますと RSI ですね、こちらの方がずっと株価、日経株価は下値を切り下げてきています。8月20日も下値を直近切り下げました。7月30日を下回ったんですけども、RSI の方は7月20日から8月17日 40.6% ということで、こちらの方は割り込まずに上を向いている動きになっています。これはまあ RSI の逆行現象、ダイバージェンスと言われるもので、平均株価その後ですね、 RSI 動きに、ついていくと、動きの方向に向かうというふうに、見る分析方法なんですけれども、これでいくと少しちょっとこう底入れ感も出てくるのかなという感じがいたします。あと業種別の株価指数ですけれども、ご覧の通りで、1枚目はですね、ちょっとディフェンシブ系が下向いてしまいました。小売薬品というところですけれども、あとサービスが引き続きですね、企業の IT 投資、 DX 関連投資が活発もあって、上向いてます。非常に強い動きになってます。あと2枚目いきますと、素材系が鉄鋼とか、一番上の方でちょっと上の方に行ってますけれども、海運株ですね、こういったところが非常に強い動き、そして電気機械も今週は出直ってまいりました。輸送用機器とかですね、というところです。さて今日の銘柄ですけども、キャッシュリッチな高財務企業というところで、直近実績のキャッシュリッチレシオが 10% 以上、これは手元流動性から有利子負債を引いた金額を時価総額で割った分なんですけれども、これが、まあ非常に高い数値だとですね、株主還元、増配でありますとか自社株買いが期待できますし、あとは M&A の対象にもなりやすいというところで、まあ、株価面ではちょっと妙味がある指標になってきます。あと DE レシオ、これ財務健全性を見る指標ですけども、こちらの方は 0.2 倍以下というところで、ピックアップしてみました。というところで、ご覧の通りミライトからずっと出てます。ミライトは通信工事の会社ですけれども、こちらの方一部コロナウイルスの感染関連で工事進捗遅れが出てますけれども、 5G 関連工事とか、それからオンライン事業とかテレワークの浸透の関連の工事、それから DX、企業の DX 推進とかですね、あと再生エネルギー関連の工事とか、まあ、そういったので非常に、業績の方ですね、堅調です。あと次の一つ二つはですね、NEC 熱 SI も同様でございまして、こちらの方は、第一四半期過去最高益を更新しました。
創価学工業はこれ半導体業界向けのですね、シリコンウェアの研磨材の原料、トップシェアの超高純度コロダイルシリカなどを作ってまして、8月16日に業績情報修正しています。それから日本新薬、こちらの方は難病、希少疾患、血液がんとか泌尿器科、婦人科を中心に患者数が少ない領域の新薬を開発している会社でですね、直近は急性骨髄性白血病治療剤のミラーザとかが好調でございまして、昨年日米で上市しました国産初の核酸医薬品であります樹脂塩型筋ジストロフィー治療剤ビルデプソというんですが、こちら売上高が第一半期14億円通期で88億円を見込んでます。今後ですね、海外事業を増やしていこうというふうに、注力しております。フューチャーですね、こちらの方もこちら DX 関連です。IT による課題解決型のコンサルティングサービスというところです。それから2枚目いきまして、ご覧の通りマキタとかですね、日本光電工、日東電工、シマノ、そしてゲーム関連というところに注目していきたいと思います。というところで本日は以上でございます。ありがとうございました。